ラジオエです。9月14日20時39分を回りました。売りで捕まった225先物、逃げ方、6回目 <laughs> あ、投資相談室なんですけどね。投資と、誰が誰に相談してるんだって話でね。<laughs> えー、今日も苦戦中の225先物でございますが、どんなトレードを今しているのか、えー、お見せしていきたいと思います。 もうね、えぇ、廃濃厚。ね。四字熟語。配色濃厚。配色濃厚なんですか。えー、ね。今日は、えー、っと、だからまた上がりましてですね、日経平均は。31年ぶりの高値だ、高値台ででだ、そうでございます。31年ぶりの高値だ、そうでございます。 うんと、理由は新しい、ま、あね NHK はね、新しい政権の経済対策を期待してって言ってました。菅総理が辞めるので喜んでっては言ってなかった。<laughs> 菅総理が辞めるのでみんなが喜んでとは言ってなかったですね。新しい政策への、新しいリーダー、新しい政策への期待感から日経平均が上がってるということでした。 でやっぱりね、収、え、束、ー。今日何人いたんですかね今日ちょっとまだもうずーっと動画やってるんでね、ニュースがあまり見れてなくて、いつも動画終わってからニュース見たりとかね、今、今日ね、ちょっと夕刻忙しくて7時のニュースがチェックできてなかったりして、で今取りに入ってるんでね、ちょっとニュースから離れてるんで、あれなんですけど、まあね、えー、流行も収まりつつあるような感じもありつつのっていうことで、こんな上がってですね、 僕が3714円はないよ、ないよって言ってたんだけど、更新してね、3795円になりました。ね。なんかゴールあるのかなな、なく、泣く、泣く、泣く、なこ、なこ、まあ、曲が、ま、った。わからない。<laughs> 3795円。 でえ、今日僕のトレーディングどうなっているかということなんですが、えー、ちょっとポジションをお見せしていきましょう、えー。今日のポジションですが、32ロット、30万円のマイナスです。えっと、一番行った時には40万ぐらい行きましたね、今日はね、はい。40万近くまで行きましたね。で、えー、どんな、えー、トレードになっているのかということなんですが、えー、縦曲サマリーを、あー縦曲を見ていただくと、 こんな感じで、一番、えー、アカンポジションがまだ28,417円みたいなアカンポジションがありまして、えー、で、えっと、こう、売り、売り増しをしてまいりまして、今日、渾、え、身、ー、のゴロットが3546円というところで、えー、ね、売りができております。これが今調整して11,000円のプラスになっております。言わないのか そして何かと相殺しないのかっていうことなんですけど、なんとかもうちょい下げてほしい <laughs>。お願いします。もうちょっと下げてください。お願いします。っていうことで、下げるのを待っているわけなんですよね。え、ちょっとないかなと思うんだけど、希望としてはね、3万1000円まで下げてほしいんだよな。で、あ、3万1 0円じゃない。3万1000円じゃない。 三万百円っす。三 <laughs> 万一千まで、あ、下げるってなんだよ。三万百円まで下げてほしいんだよね。三万百円ってね、ここら辺ですか、えー。いや、違う。あ、だからこれが三万三百八十四円なんですけど、これより二百円、えー、安いのが、えー、日経二五先物なんで、ここまで下げると三万百円ぐらいになるんですよ。 日経先物がね、現物がここまで下げれば、要は 5MA まで下げれば、ここまで下げてくれれば3100万100円をちょっと割るで。これはあり得る。今日から明日にかけて。あり得るんですね。なので、僕は今3100万100円までの調整を狙っておりまして、で何やってるかっていうと、注文を出しておりまして、えー どういうことか、えー、どういうことかあれこれちゃんと元の値段が書いてない、書いてないね。元の値段が書いてないね。ジュース15、えー、ロスカットレートしか書いてえー、どういうこと注文価格。あ、全部だからね、注文価格しか載ってないんですけど、ちょっと前の画面で説明しますと、えー、今、僕が、えー、発注をかけている縦玉は、今、ここ見るとわかるんですけど、 えー、ここにね、えー、持ってる縦曲と、縦曲の数と注文数ってありますよね。で、これ、ゴロっと持っててゴロっとを3万100円で買い戻す注文が今も出ております。えー、そしてこれもね、えー、3万100円まで来たらプラマイゼロになるので、これも買いも,、えー、もう手締まってしまいます。そしてこれ、これを全部手締まっています。 これもね、全部手島います。手島えるんですよ。そしてまだお釣りが来るんで、この4ロットのうちの1ロットを、えー、手島うと、大体相殺できるんですね。なので、この今3100円までの調整を待っていて、3100円のところで、まあ瞬間で寝てる間に来たりするんでね、差し値を入れてあるんですけど、もし来れば16ロットを 一気に、えー、ポジション少なくできる。ポ,ポジションを減らせるんですね。今だから、えー、16ロットを減らせば、16ロットになります。32だから、32のうちの16ロットを、3100円が来れば、えー、決済できる、決済できる、減らせるんでね。それを狙って今待っています。来るんでしょうか <laughs> 来るんでしょうかね。まあ、とにかく、あの今僕がやっていることは、まあリグイをしようなんてもう思ってなくて、とにかく、あの、えー、ねポジションを減らすだけなんですよね。で本当は、本当はこっ,ちで利益がこっちで利益が出たら、こっちの一番ダメなポジションを減らしていきたいんですけど、まあ今ね、えっとこっちのダメなポジションを減らすよりも、トータルのポジション数、と例えばこれとかよくないわけ。 2万9 8 5万円とか安すぎるんですよね。こっちももちろんもっとさらに安いんですけど、これほっといて、で、こっちの16ロットを削ることができれば、16ロットなんでね。で、この後また上がって、この後まあ3万1000もあるだろうし、おそらく。3万1000あると思うんですよね。近々。だから3万1000円を超えたあたりで、えー、また5ロットとか10ロットを入れて、で、落ちたところで決済するっていうことをやっていきたいですね。 そのためには、できるだけロット数を減らしておかないと、逆行した時に苦しい苦しいんですね。このまま3万1000円まで持ってかれると、相当苦しいんでね。50万くらいいっちゃうんじゃないですかね。だから、その前に、まあ、どうせ3万1000円まで行くんですが、その前に、できれば16ロット減らしたいで。で、まあ、これが叶わないんだったら、まあ、しゃあないから、えー、10、 5ロットまで多分減らせないと思うんだよな。十何ロットか減らして。まあ、この二つはね、今すぐでもこれ減らせるわけだ。十ロットはね。で、もう、もう一ロットぐらい、十二ロットぐらいは多分減らせるのはね、いか、ちょっと厳しいか。なんで、十一ロットぐらい減らせるかなと思うんですけど、今もうちょい下げれば。なんですけど、そのあたりを減らしといて、次三万一千円ぐらいまで来たら、次は三万一千円。まあ、この、 今一番高いところで売った3万546円より下で入れることはもないです。ルール的に僕の。で、その上が来たらね、えー、まあ、最低でも3万500円より上。できれば3万1000円より上で売りを五ロとなり十ロとなり入れて、で、えー、また、その時は今度はこっちが手締まりると思うんですね。こっちが多分手締まり。こっちしか手締まりないかもわからないけど、上の方しか手締まりないかもわからないんだけど、 今はとにかくロットを減らしたいんで、えー、そういう計画ですね。ロットを減らしたいんで、まずこの16、もう本当に中途半端のところで入れてしまった16ロット。この16ロット,ロットはね、非常に悔やんでるんですけど、この16ロットをできるだけ回収、えーえー、したい。そのためには、えー、先物で3万100円まで下がらなきゃいけない。これあり得るんですね。で、この祈れば、<laughs> 祈ってもどうしよう、ね。 祈ればね、えー、来るかもしれないっていうことで、そんな風に思ってます祈。祈ってもしょうがないよね。今すぐ、だからこう,こうやってね、高いところで売ったやつは、利が乗ってくれば何かこう、ポジション解消できるわけだよね。なんでね、で、その後はでき,できるだけ幅を広げて、また売って解消してっていうことを繰り返していくしかないっていうことなんですよね。ということで、えー、今日はこんなトレードをやっております。 えー、この動画に対して、えー、ね頑張れっていう,う応援も来るし、えー、もうもう無理だって話もあるし、それから僕のところに最近届くメールの中、メールとか、えー、の中には、えー、1357撤退しましたとかね、1357っていうのは、あの日経平均と逆連動して日経が下がると上がるやつね、それ買ってたけど撤退しましたとか、あと、先物損切りしました、 50万円損しました。100万損しました。みたいな話がどんどん来てます。で僕はといえば、まだ損切りしてません。えー、最大40万ぐらいまでマイナス行きましたね、えー。今日一番高いところで40万ぐらい。だからあそこで切りたくなるんだよね。3万700円ぐらいまで行ったわけだよね。あその時には、日経はあ、この、えっ、ー、と、この先物は3万550とか600近くまで行ったかな。600円超えたかな。確か。ぐらいまで行ったわけよ。 だからそこで切りたくなるんだよね。で、ね、売りをやってる人は。で、僕はそこで入れた。売りを。さらに入れた。その近いところでね。もうちょい高いところで入れたかったんだけど、まああんまりね、頑張っててもね、売れないと困るんだよね。でもうとにかく高いところで、一番これてっぺんだろうなと思うところで売って、それが利が出たらそれで総裁していくっていうやり方しかない。損切りしないためにはね。なんで、えここ渾身のゴロッと売りましたけど。 えー、でで、えー、やっているわけけなんですけどね今日の3万、一番高いとこいくらだっけなぁ。ちょっとさ先物見よう、えー。今日一番高かったとこはここだよね。3万、ん違う。ここだ。3万5百、617円だったんだよね。3万617円だった。で、ここで、ここでみんな切ってるんだよね。 で、ここで、もうダメだーって切ってるんだよね。で、その直後に下がるんだよね。そういうもんなんだよね。で、僕は、この、この辺で売りました。で、ここを与えて、で、落ちてきたところ。この辺で売ったんだよね。もうこんなもんだべーと思ってね。で、落ちてきて、今、だいぶ、来ていて、3万100円を待っているということですね。そんな感じです。 えー、こうやって逃げれるかもしれないっていうね、一縷の望みにかけていくわけです。ね。まだまだダメなポジションが大量に残っております。ダメなポジションが大量に残っております。これを一つ一つ片付けていくということを今やっております。いけるのでしょうかそれともダメなのでしょうか これね、今下がっていると、これとこれとか、相殺してね、1 6ロット相殺できるよなぁとかね、思うんだよね。でも、ここは、おそらくうー、ちょっと大きめの調整が今日から明日の朝とかにかけてあると思うんでね。ね、今、だからこの、えー、注文一覧のところは見ていただいてお分かりですかね。有効期限が、えっ、ー、と、9月の18日までになってましてね。これね。だから、今週いっぱい、 9月の18日は土曜日だね。土曜日の朝までに、これが100円がね、3万100円があるんじゃないのかっていうことでね、やってます。で、これあのー、CFD なんでね、まだこうやって持っていられるんですけど、日経225先物だと、もう、えーさえー、9月切りはね、S q で、9月の東海日 S 級なんで、その前の段階でもう切られちゃう。だから、やっぱり CFD の方が、えー、持ち越してさらに勝負がしやすいっていうことになりますね。 持ち越した分だけね、ちょっと不利になるんだけど、まあそれしょうがないんで、まあそれでしょうがないんでね、切られちゃうよりはましだということですね。な感じでやっております。はい。いけるかどうか。3万100円。先物の3万100円、えー。日経平均現物の3万300円をまず待っている。その後はまた考える。動向を見ながらということになります。 ラジオイジーでした。下がれ、日経。あ、でもごめ, <laughs> ごめんなさい。買ってるしごめんなさい。買ってるしごめんなさい。でも、上がるな。上がるな。